ハロー、ニュー横浜シティ。今君が聞いてるのは REBER Radio Level Blade。この世界にライブは必要なんだ。ロックンロールは不滅だ。この物語はライブが禁じられた世界。政府はエンターテインメントを規制し、人々はウイルスの脅威に怯えながら暮らしていた。2020年4月7日、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる緊急事態宣言が発令された。政府は感染予防対策のガイドラインを設け、エンターテインメントを規制した。すべてのショーが中止となり、スケートリンクも封鎖となりました。僕たちの表現の場は失われたのです。小林弘和、日本で最も歴史のあるアイスショーのキャプテン、僕たちレベルブレードのリーダーだ。僕が演じるジムは理由なき犯行のジェームス・ディーン、レベル、反骨を象徴する存在です。フィギュアは黙ってパフォーマンスをし、黙って観戦するという流儀があるようですが、それをまず壊したいと考えました。アイスショーはエンターテインメントであって競技ではない。だから規制概念を取り払ったアイデアを追求しました。野沢貴智、レベルブレード結成をサポートする音楽プロデューサーだ。まず反骨というキーワードがあったので、ストレートにロック、オールディーズとかロカビリーのロックンロールです。次にウエストサイドがピンときました。不良少年がバレエのような振り付けで踊る違和感が斬新だったと思います。だから不良少年がフィギュアスケートを滑るのは新しいと感じたのです。今回完成したレベルブレード初のプログラムは、フィギュアの常識を少しだけ変えることになるかもしれない。それは皆さんをいい意味で裏切ることに。Yeah.
皆様と会えることを楽しみにしています。